はい、こんにちは、井上です。今日は日本語の勉強の仕方をお話ししたいと思います。ここにあります、このホームページ、ウェブサイトですが、つながる、広がる、日本語での暮らしというページです。ここに URL があります。ここでまだあまり日本語がうまくない人はたくさん勉強できるようになってます。その使い方の説明をしたいと思います。はい、ここにレベル1、レベル2、レベル3とありますね。で、上にはラングイッジで日本語、イングリッシュ、あと中国語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語ですか、あります。今日本語でやってます。日本語の勉強するときはやっぱり日本語が一番いいんですね。でも分かりにくいときはこの例えば英語、イングリッシュするとここが全部英語になってます。よろしいですか。今日の説明はこの日本語でしますね。はい、日本語になりました。このレベル1、ここをクリックしてみますね。そうすると、シーン1、挨拶をしよう。シーン2、身近なものを買ってみよう。シーン3、レストランへ行ってみよう。というふうに、シーン6まであります。このシーン1の挨拶をしよう。これをクリックしますね。はい、挨拶をしよう。挨拶をするときに使う日本語を学びましょう。場面に応じて適切な挨拶の表現を学ぶことができます。と書かれてます。下に行くと、はい、この場面で学べるキーワード、挨拶、おはよう、こんにちは、失礼します。お疲れ様。はじめまして。よろしくお願いします。自己紹介とあります。その次に、このビデオになりますね。1の1、おはようございます。挨拶の種類を選択したり、自分から挨拶するべき状況を判断できる。これが目的ですね。ここをクリック。するとビデオが始まります。そしてここに日本語とローマ字で話している言葉が出てきます。やってみますよ。ちょっと待ってください。この辺にしましょうかね。はい、行きます。佐藤さん、おはようございます。おはようございます。いい天気ですね。そうですね。ここに書かれてましたね。日本語とローマ字で。お先に失礼します。お疲れ様でした。で、これを見た後は下に行ってください。そうするとここにスクリプト、このフレーズを覚えよう、この言葉を覚えようとあります。これをクリックするとスクリプトが出てきます。はい。このように話してましたね。王さん、佐藤さん、おはようございます。佐藤さん、おはようございます。ローマ字でも書かれてます。印刷もできます。そして、これを勉強したら、このフレーズを覚えよう。ここをクリックしてください。そうすると、佐藤さん、おはようございます。
ここをクリックしてください。声が出ます。佐藤さん、おはようございます。おはようございます。はい、これもですね、いい天気ですね。そうですね。これをクリックしますね。いい天気ですね。そうですね。それと、お先に失礼します。お疲れ様でした。お先に失礼します。お疲れ様でした。はい、このように勉強できます。そして最後、この言葉を覚えよう。クリックしますね。はい、今出てきた言葉をここで勉強します。覚えますね。はい、印刷もできます。で、これが終わると次の勉強になります。はい、今度は 1-2、はじめまして、何々です。初対面の挨拶ができる。いきますよ。おはようございます。おはようございます。あ、はじめまして。はじめまして。大ハオランです。佐藤です。佐藤さんですね。はい。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。このシーンも同じようにスクリプト、このフレーズを覚えよう、この言葉を覚えようというふうにここをクリックしながら、勉強、復習ができるようになってます。こうやってシーンの3ですね。よろしくお願いします。そして挨拶をしようの文型を覚えようというまた勉強があります。これはね、文さんって言うんですよ。私と同じ名前ですね。文さんですね。いきますよ。はい、クリックします。はじめまして、大ハオランです。自己紹介などで名前を言うとき、名前の後にですをつけます。動画では、オー・ハオランですと言いました。A さんが B さんに自分の名前を言うときは、A ですと言います。他の人の紹介をするときは、その人の名前の後にさんをつけます。佐藤です。佐藤さんですね。相手の言ったことを確認したいとき、文の最後にねをつけます。トイレはどこですか？あそこです。あそこですね。動画の会話では、佐藤は他の人の名前なので、佐藤ですね。ではなく、佐藤さんですね、と名前にさんをつけて言いました。ねは、いい天気ですね、とか、おいしいですね、のように、相手の共感を求める場合にも使います。はじめまして。オーハオランです。中国から来ました。自己紹介などで出身地を言うとき、から来ましたを使います。場所の後に助詞のからをつけて、出発点、出発した場所を表します。来ましたは、来ますの過去形です。動画では、王さんが、
中国から来ましたと言いました。ブラジル出身の場合はブラジルから来ましたと言います。からは場所だけでなく、9時から勉強しますのように時間と一緒に使うこともできます。9時が始まりの時間です。はい、でこの下に行くとここまでですね。はい、これが、日本語でのページでした。ずっと勉強してきましたね。でレベル1の次にレベル2もあります。このようにシーン1、お店のサービスを利用してみようからシーンの8、図書館に行ってみようまでありますね。レベル3、だんだん難しくなります。レベル3、シーン1、薬局を利用しようからシーンの4、引っ越しの準備をしようまであります。同じように、勉強できます。それと英語の場合、このイングリッシュ、これをクリックしてみますね。どのようになってるか見ましょう。はい、英語になってますね。 Introducing yourself で同じようになってます。ビデオは一緒です。ただここが英語になってるのと、ここのスクリプトのところがですね、ナレーションのところが日本語とローマ字と英語でもあります。イングリッシュでも。ちょっと見てみましょう。佐藤さん、おはようございます。ここに英語もありますね。おはようございます。いい天気ですね。そうですね。お先に失礼します、はい、日本語とローマ字と英語になってましたね。はい、この下は全て一緒です。ただし英語で書かれてます。はい、日本語に戻します。どうでしたか？これは非常に面白い勉強です。ぜひ、このページ、ここはつながる jp.bunka.go.jp、 ここですね。ここに行ってください。ここで、レベル1から順番に、勉強していきましょう。そしてこのね、ここをクリックしてそのまま行ってもいいですし、さっきのレベル1、2、3を選んでもいいですね。ね、こういうシーンがありますね。この辺も勉強できますよ。はい、で日本語の特徴で、ここでね、ここも勉強すると面白いんですよ。ちょっと見てみましょうか。日本語の音、日本語の文字、日本語の形、ね、日本語の特徴ってあります。ちょっと見てみますね。いきますよ。日本語の音。ここでは2つのことを勉強します。音の数、特別な音です。まず音の数です。日本語にはどんな音があるでしょうか。富士山、寿司、犬、
本語には音が100ぐらいあります。50音図を見るとどんな音があるかわかります。そしてす、し、い、ぬのように日本語では一つの文字は一つの音に対応しています。次は特別な音です。特別な音は3つあります。小さいつの音、長い音、んの音です。まず一つ目は小さいつの音です。次の二つの言葉を聞いてください。猫、ねっこ。猫は、ね、こ。二つの長さです。ねっこは、ねっこ。三つの長さです。猫は、猫です。ねっこは、ねっこです。文字で書くと、猫、ねっこ。根っこは根と子の間に小さいつがあります。もう一つ聞いてみましょう。マッチ、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 マッチです。マッチです。文字で書きます。マッチ、マッチ。マッチは小さいつがあります。次は長い音です。地図、チーズ。地図はチーズ、二つの長さです。チーズはチーズ、三つの長さです。地図は地図です。チーズはチーズです。文字で書くと、地図、チーズです。次は、んの音です。いくらですか？千円です。千円。千円は、せ、ん、え、ん。四つの長さです。せねんではありません。千円です。んも、せや、えと同じように、一つの長さです。日本語の音。ここでは音の数と特別な音について勉強しました。はい、すごくいい勉強になりましたね。今度文字もいきましょうか。せっかくですからね。よいしょ、ちょっと待ってください。いきますよ。日本語の文字。ここでは3つのことを勉強します。文字の種類、文字の数、文字の書き方です。まずは文字の種類です。日本語には文字が3つあります。ひらがなとカタカナと漢字です。日本をひらがな、カタカナ、漢字で書いてみましょう。まずひらがなです。次にカタカナです。そして
漢字です。ひらがなとカタカナは音を表します。一つ一つの文字に意味はありません。カタカナはコーヒー、パソコンなど主に外国から来た言葉に使います。漢字には意味もあります。例えばこの漢字を見てください。これは木と読みます。そしてトゥリーという意味を持っています。この漢字は月と読みます。意味はムーンです。つまり漢字を見ればその言葉の意味が推測できます。ひらがなとカタカナは一つの音しかありません。しかし漢字は読み方が一つ以上あります。例えば木は木、木という読み方もあります。月は月、月という読み方もあります。そして日本語では文を書くとき、ひらがな、カタカナ、漢字を一緒に使って書きます。例えばこの文を見てください。山田さんは先週パソコンを買いました。ひらがなとカタカナと漢字がありますね。次は文字の数です。文字はいくつあるでしょうか。日本語には五十音図という文字の表があります。この表を見てください。基本のひらがなは46あります。その他にが、ぎ、ぐ、げ、ごのように点々があるひらがなもあります。パ、ピ、プ、ペ、ポのように丸があるひらがなもあります。キャ、キュ、キョのように小さいや、ゆ、よがつくひらがなもあります。ひらがなは全部で100くらいです。カタカナも同じです。漢字はたくさんあります。日本では小学校1年生から漢字の勉強を始めます。小学校6年間で1000ぐらいの漢字を勉強します。高校を卒業するまでに2000ぐらいの漢字を勉強します。次は文字の書き方です。文字はどのように書いたらいいでしょうか。ひらがなもカタカナも漢字も基本的には左から右、上から下に書きます。ひらがなのイを書きます。カタカナのトを書きます。漢字のタです。では文はどう書くでしょうか。日本語の文は縦にも横にも書きます。昔は縦書きでした。今は横書きが多いですが、新聞や雑誌、
漫画などは縦に書きます。日本語の文字。ここでは文字の種類、文字の数、文字の書き方について勉強しました。はい、どうでしたか？面白いですね。あと日本語の形というものがありますね。日本語の基本的な構造、形やルールについてまとめてあります。これ12分あるんですけど、どうしましょう、見てみましょうかね。いきますね。日本語の形。ここでは4つのことを勉強します。名詞、動詞、形容詞、文の構成、助詞、話し方の使い分けです。まずは名詞、動詞、形容詞です。言葉は名詞、動詞、形容詞などいろいろなグループに分けることができます。これを見てください。猿が大きいバナナを食べます。猿が大きいバナナを食べます。猿、バナナは名詞です。食べますは動詞です。大きいは形容詞です。形容詞の大きいは名詞のバナナを説明しています。形容詞は2種類あります。い形容詞とな形容詞です。い形容詞は大きいバナナのように名詞の前ではいになります。な形容詞は高級なバナナのように名詞の前ではなになります。次に文の構成について話します。猿がバナナを食べますの文を見てみましょう。猿は主語です。食べますは述語です。日本語の文は述語が最後にあります。ですから文の最後は大切です。文の形は3つあります。名詞文と動詞文と形容詞文です。名詞文は姉は医者ですのように名詞で終わります。動詞文は私は5時に起きますのように動詞で終わります。形容詞文は私のカバンは古いですのように形容詞で終わります。名詞文も動詞文も形容詞文も肯定、否定、非過去、過去があり、それぞれ文末が変わります。名詞文とな形容詞文は形が同じです。名詞文の形は医者です。医者じゃないです。医者でした。
医者じゃなかったです。な形容詞の形も静かです。静かじゃないです。静かでした。静かじゃなかったです。い形容詞の形は古いです。古くないです。古かったです。古くなかったです。動詞文の形は起きます。起きません。起きました。起きませんでした。動詞はます。ません。ました。ませんでしたの他にも形が変わります。例えば、飲みますという動詞は、飲む、飲んで、飲まないのように形が変わります。そして、いろいろな意味を表します。次に、助詞について話します。日本語には助詞があります。猿がバナナを食べますの文を見てみましょう。猿がのがバナナをのをは助詞です。助詞はとても大切です。助詞は言葉の後ろについて、その言葉の役割を決めます。猿がバナナを食べます。猿がのがは、主語を表す役割を持っています。猿がバナナを食べますは、猿が主語です。猿が食べますという意味です。では、猿がバナナを食べますと、バナナが猿を食べますを比べてみましょう。バナナが猿を食べますのがは、主語を表しますから、主語はバナナです。バナナが食べますという意味になってしまいます。面白いですね。では、猿がバナナを食べますと、バナナを猿が食べますはどうでしょうか。猿がとバナナをの順番が違います。しかし、助詞があるので、言葉の順番が変わっても、意味は変わりません。助詞の役割は大きいですね。もう少し助詞を見てみましょう。兄が夏に車で海へ行きます。兄が夏に車で海へ行きます。がにでえは助詞です。兄がのがは主語です。夏にのには時間を表します。車でのでは方法や手段を。海へのえは方向を表します。このように助詞を使っていろいろな意味を表すことができます。
次に話し方の使い分けについて話します。日本語は相手や状況によって言葉の形が変わります。目上の人やあまりよく知らない人と話すときは丁寧な言葉を使います。家族や親しい人と話すときは砕けた言葉を使うことができます。この場面では男性は会社の先輩と話しています。先輩は昨日どこか行った？と聞きました。後輩の男性は答えました。はい、昨日はカラオケに行きました。楽しかったです。先輩は目上の人ですから、男性は丁寧な言葉で話しています。この場面では男性は友達と話しています。友達は昨日どこか行った？と聞きました。男性は答えました。うん、昨日はカラオケに行った。楽しかった。親しい人と話していますから先輩と話すときとは違います。2つの会話を比べてみましょう。目上の人には、はい、カラオケに行きました。楽しかったです。と言いました。一方、友達と話すときは、うん、カラオケに行った。楽しかった。と言いました。はい、うん、行きました、行ったのように言葉の形が違います。日本語は言葉の形を変えて丁寧さを変えることができます。日本語の形、ここでは名詞、動詞、形容詞、文の構成、助詞、話し方の使い分けについて勉強しました。はい、日本語は面白いですね。難しいですね。それとここで、いろいろ勉強の資料を、学習に関する資料ですけども、ダウンロードできるようになってます。ね、ここをクリックすると、いろいろダウンロードできます。はい。で、またレベル1、2、3とありますね。はい。どうでしたか？この勉強するページは本当にね、よくできてます。皆さんも、しっかり日本語の勉強ができて、日本で暮らすときに、大変役に立つと思います。ぜひ頑張って勉強しましょう。頑張ってください。はい。